はいえー、皆さん、こんにちは、ちでございます、えー。プロンティスですね。番外編ということで、えー、やっていきたいと思います。えー、実は、あの、これが今年2023年の初撮りになります。皆さん、秋きもしもでございます。<laughs> と言っても、もうこれ多分 <laughs>、もうこれ1月6日から7日ですよね <laughs>。実質、私はあの、えー、1月1日の初めの、初めて、 えー、収録になります。よろしくお願いいたします。今年もね。えー、で、えー、っと、結構前になっちゃうんですけども、あの、拓也くんとエルサさんを別れることができるというプレイをね、えー、どちらの立場でプレイしますかということで、これを今度ですね、やっていこうと。で、前はね、まあ、王道というか当たり前のように拓也くんで主人公でやりましたけど、今度はエルサさんでやってみましょう。というわけでやっていきたいと思います。えー、じゃあ早速やってみましょう。 にゃっ。えー、っと、ごめんなさいね。はい。えー、じゃあ2番ね、エルサさんね。はい。いやー、こういうとこはよくできてますね。うーん、あのー、前回、最終回だったと思うんですけども、えー、結構ね、あのー、いや、なんでしょう、GS2 と同じように、あのー、なんか勝手にポンポン進んでてますけど。 あでもよくできてる、ねうん、えー g i g a 2でもそうですけどそのもう感想が、まあ、正直なかったとなかったというかもう、うん、残念ながら本当にあの特筆するものがなかったというかねあまあ特筆するものがなかったというのはちょっと言い過ぎですけどあのテクニックとかはねすごいなと思うんですけどもあのいろんなすごいものを足してるんですけども出来上がったのがこんなに こんななのかっていう <laughs> ここで見るとすごいんですけど、あ、外資系の会社、私が行った外資系の会社だね <laughs>。一人一人みんな能力は高いんだけども、連携全く取れてないみたいなあ、ああいうような感じでしたね。うーん、とマスそんな感じだったんですけども、まあ、あの、こういう、 あのーザツ2ではなかったものがありますので、えー、あ当時としては、おお、こういうこともやってたのねっていうような感じですね。じゃあやっていきましょう。えー、やっと着いたわ、でもこの動画がそんな楽だと、えー。見ましょう。右の壁、特に変わった点はないわと、えー。左の壁ね、特に変わった点はないわと。だからドアね、えー、天気がある、これで、ね、キーナンバーを押してドアを開けるのねと。天気で4つの数字を押してください。はい ああ、それは1111 11やからね。えこんなの思い出せんのここじゃ何を使っても無駄みたい。いや、だから、ここで使う天気でいいと思うんですよ。<laughs> なんでこうなんのかなと。いや、もう解いちゃったのでね、もう結構ね、ぼやきますよ。 はい。もうぼやかしていただきます。ですから、あの、ね、あの、ぼやきが苦手な方はもうちょっとね、あの、おすすめしませんので、もうね、あの、ザナドゥから始まったような気がしますね。うん、ぼやきは。で、もあの、<laughs> えー、大航海時代2で、もうピークに達して <laughs>、もうそこから <laughs>、止まんなくなっちゃった。はい、えー、じゃあ移動できないでしょ。 このドアを開けなければ中には入れないわとこの子は歩きで来てるんですよねその他ここでできることは限られているわとえあった数字なんてあ誕生日だこれ多分誕生日逆から言ったのが自殺通にあったもんねどこに変わった点はないわとうーん こ9,999分の 1? あゼ0もいけるわ。ダメだ。明るすぎなドアは分かないわと。とあそうか、これすごいね。打ってるキーが分かるのか。9、8、7、6。おすごいわ。そういえば、キーナンバーはアモンにちなんだ数だといつか聞いたことがあ。あー、ちょっとやめて。<laughs> いや、ちょっと、ちょっともう無理だわ、それ。1、2、3、4と。 もうあれがないんでねアモンにちなんだ数字、アモンアモンひょっとしてあれなのかなちょっとインタネット調べましょう。アモンって、なんかあれに出てきそうな感じがするんですけどね。あのー、なんだっけ。神話と言ったら変ですけど。アモン。アモンはヨーロッパの伝承、あるいは悪魔学に登場する悪魔の一体。そうそう。ね。 悪魔や精霊に関して記述した文献や魔術に関して記したグリモワールと総称される書物などにその中見られると。グリモワとかありましたね、えーうん。これに悪魔に関連した数字アモンっていうのは地上の施設でしたっけロスにあった。この、あ、この船か。船か。あの宇宙船の方か。で、カブラヤ号は カブライ号はまた違ったんでしたよね。いや、もう破棄しないよ。あんまりよくわかんないんですけど。お、なんか書いてるね。数字。数字。あ、なんかありそうなんだけど。悪魔って言ってるからね。悪魔って言ってるから。ダミアンそんなわけないか。アモンにちなんだ数字でなんだ ちょっと待ってくださいね。もうこうなりあのー、あれしないといけないね。あのー、何カンニング。<laughs> ちょっと行ってきます。はい、えー、帰ってきました。えっ、ー、と、一通り動画も見てみたんですが、わかりませんね。あのー、女の子いたでしょ えっと、あの、恋人殺されて、ちょっとおかしくなっちゃう女の子。あの子がカナルさんのカードキーを盗んだっていう時に、あのー、その時の武器庫とか入っていたドアの点キーもあるんですけど、あそこも、あのー、プロンティスに関係する、あ、プロンティスじゃない、ごめんなさい。えー、っと、この、アモンに関係するキーだっていうことを言うだけでした。あー、実際数字わかりませんでしたね。なので、ちょっと <laughs>、 <laughs> もうこっから先進めないですね。もうちょっと失敗、ジーザスとかだったら失敗するとね、あの結局最終的に教えてくれるんですけど、これ多分教えてくれないでしょ,ううんちょ。もうちょっとやってみましょうか。言ってくれるかもわかんないんでね。えー、っとね、うん。えー、っとね、これ、アモンっていうのはなんか、 調べると、エジプトのなんか神でもなんかアメンって書いてましたけどね、そちらも引っかかってきましたけど、4 5, 6,、5、6、7、あれはいいね、すごく。アモンにちなんだ数字と聞いたことがあるわと。ああ、これはわからんわあ。それとね、あとあのー、あ、そうだ。まあちょっといっかな。もうこれはちょっともうダメにしましょう。う <laughs> もアモンが活動開始した年が <laughs> 気になる場になっているの。うわ、やべえ。これいけそうだね。ええー、いつ ?2000、2010ぐらいからいってみましょうか。<laughs> めんどくさー。2010何年だったと思うんだけど。2011年とか。 ああ、言ってたねえ。2017ってなんか言ってなかったっけ ?14? 全然違うかもわからへんないけどね。今2010年でアモの数の数はもう少し前だ。あっおお <laughs> !2009 はあーもう、しびれ切らしてきて。あ良よかった。親切設設計だわ。 えっとねもうここはね、あのちょっとごめんしてくださいよ。えー、はい。えーえー、何分にしよう ?8 か。ああ、数字は2000。<laughs> 教えてくれた。これちょっとキー入力は受け付け早すぎてダメか。<laughs> はい。えー、 当たった。パソが当たったみたいね。あ、よかった。一応救済装置あったんだね。いやー、そっか。こっちの物語の方のアモンの船のアモンだったのね。ここは完成このサブヤロろかしらと。あとね、すみません。あの、あ、まあ、ちょっとだけやっちゃおうか。あの、ちょっとエロ要素あるでしょ。エッチ要素が。あれもね、あの見てきました。いや、もう、何個かダメですね。あの、あ、でもね、動画では出してたね。 動画では出してました。もし、あの、<laughs> 見たいなと思われる方がおられれば、もうそっちのあの、<laughs> YouTube に動画上があってますので、あの、投資の流しの動画、そちら見られた方がいいかもしれないですね。もうね、もろ出ますんで、もろ出るんですけど、なんでしょうね、もうこの年になったら、そんなもうあんまりおかん、昔だったら、うほーとか思ってたかもしれないですけど、だって今の CG のグラフィックってすごいじゃないですか。ねえ。 ですから似たようなこと、似たようなっていうか、あの、ウィッチャーとか見たらね、もう、もろですから。<laughs> まあまあ、ウィッチャーはさすがにゲームの CG ってわかるんですけどもね。そういえば全然関係ないんですけど、今の車のゲームですごいですね。もう実写って、ほ、もうほとんど実写だと思い込ん思い込めてしまいますね。ええー、まあそんな感じなので。まあちょっとね、あのー、もう名前で忘れちゃった。あのね、もうキャラクター忘れちゃった名前ね。 えっと、誰だっけあのー、オーロワさんか。オーロワさんの場合はね、見えるとこまでいかないので、まあ、ちょっといいかもしれないですね。でも、ちょっとね、その、分岐がね、選択肢がめちゃくちゃ面倒くさそうなので、アウトになるかもしれないですけどね。はい。えー、ここはきょ、えー、関西区のサボりアロコかしら、居住区のエロコと違って吹き抜けになっていないと、目の前のエレベーターがあると、目の前にエレベーターがあると、ならば、 荷物になるだけみたい。えー、ほんとね、この、あの、溶かせるアドベンチャーゲームっていう感じではないですね。いや、そう思うと、ほんと、ジーザスはね、よくできてたかなと思います。うん、ここまでストレスたまんないもんね。うまいこと誘導しててくれてましたから、うん、下手にいじると危険かも。はあ、移動それにしてもさっきのドア、やけに簡単に開いたな。いやいやいや、大変でしたよ。 考えるさっきのドアなぜあんなに簡単に開いたのかしらと。ああ、ちょっと簡単に開けすぎたっていうようなイメージになってるんですね。何か食べる。非常食を持ってるけど後にしようと。目の前にエレベーターがあると。ねえ、だなので、正直ね、まあ、まああジーザスもありましたけど、もうこういう取るとかいうコマンドはもうなしでもいいんじゃないかな。タクヤなら何か使えるかなと。 もうほんで急激に仲良くなりましたしね。あ、それは g ス2でも一緒でしたね。急激にヒロインと仲良くなりましたねで。メインコンピューターが色々チェックしているはずなのに、と。ですからこれを調べ、この番号を調べるときも結構、プロンティスの攻略ページというか、レビューページはありましたね。思ったより。うん、どれも厳しい内容でしたけどね。うん。あと GS2 と比較してるのもありましたね。うん。目の前のエレベーターがある。 うん、荷物になるだけみたい。ここじゃ何を使っても無駄みたい。ここでセリフがかかってるのかな違うね。それにしてもさっきのドアはやけに簡単に開いたなぁと。ひょっとしたらエアコンだけじゃなくチェック機能で異常、えチェック機能まで異常になったのかもしんない。うん。こういうのを繰り返しとかないといけないんですよね。これがもう完全に宝探し要素になってしまってるんで。うん。 もうテンポが悪いというかね、すごい、ちょっとすごいというか、ストレスが溜まっちゃう。うーん、感じでしたね。あと、ま、あなんでエロを入れたのかなっていうね、ちょっと思うんですけど。ああ、いきなり来たわ。部屋に入る。ここは部屋じゃないわ、と。右へ進む、進めんのただのサブェアロックみたいに左へ進む。ただのサブェアロックみたいに移動中止。あ、じゃあエレベーターに入りましょう。この回はこれぐらいでいいかな、と。 一階、二階、三階。おー、三階に行ってみましょうか。おおこういうのあるんですね。完成区の三階に来たわ。見る周りの壁。六つの壁に一つ,つずつドアがあると。天井ね。影ができない不思議な明かりね。と。ここは六角形のガランドウのホールね。ガランドウいう言葉が何度か出てきましたね。二階は出てきたかな。ガランドウっていうのはなかなかね、今、今聞かないかなと思うんですけど。 えー、鍵ができない藤井の上がりねえと。あ、なんかそんな明かりあったような気がするね。ここは六角形のガランドの方なんでエレベータードア。おや、エレベーターのドアに何か挟まっているわと。ほうなんだろうね。取りましょうか。えー、挟まれたもの。これはアモンの偉い人たちだけが持っているエグゼカードだわ。あエグゼカードはそこで手に入るのか。エレベータードア取りましょうか。ドアそのものが取れないわと。たくえな、何か使えるかなと。 他に人はいないななのかなぁとあもうこれでエレベーターになっちゃうんだねお進めるのか右にうわ嫌な描写だ嫌な描写だこれ怖い描写だここは3階のロゴを進めるおお部屋に入りましょうでカードを使って入るのかこれカードがなければ入れないのねきっとああいうねスクロールとかよくできてるなと思います本当に ここは3階6号室だわと、えー、見ましょうね。この部屋は台形だわと。えー、もしかも正六角形を2つに分けたような台形ね。この部屋を2つつなげるとちょうどホールの広さ、えー、文字分けしてるのかあ、広さ、形になるということなのかな。お正面の機械。これはデータデ,データベースの装置だわと。はい。えー、正面の機械。この部屋全体がまるで巨大な百科事典なので、ああなるほど。 いやあ、この頃だったらそんな感じになっちゃうんでしょうね。もうこの時代なんかにね、ギガとかテラとかなんかいう数字は出てできませんでしたからね, <laughs> ね。あったのはあったと思うんですけどね。今なんかほんとね、テラ、その次か、うんぐらいまで行こうかっていう勢いですもんね。はい。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、 本当は、当時でね、やろうかなと思いましたけど、結構長く引きそうなので、えー、ちょっとパート分けしようと思います。じゃあ、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。